直します、気力で。赤ヘルサンダさん、ハートありがとう。ナビの配信にくるくるが登場してたから思わず結婚して投げてしまった思わずが、思わず結婚してですって。結婚して、結婚して、キットカット、サンタクルクルの分身に食べさせた。わあ、きっと喜んでるよ、サンタクルクル。ノーピーが来てるよ。ニックネームポンポンでも可愛い。あ、じゃあ今日からポンポンにしようかな。ポンポン、ポンポンです。よろしく。よろしく。こんばんクルクル、前乗りノリノリなのかな。暇してた。前乗りノリノリです。ご飯を食べたり。頭が痛い薬を飲んだり、リオちゃんの応援をしたりしていました。オルチさん、I love you、 ありがとう。みちおさん、クマ、ありがとう。オルチさん、ハート、ありがとう。今日の昼ご飯、納豆。夜ご飯も納豆。ナビずっと、ま、納豆食べてる、マジで。納豆だけ納豆だけ、納豆と。お、クリスマスライブチケット受け取りました。お、ゼリー、楽しみ、楽しみ。ありがとう、みんな優しい。クルポン、確かクルポン、クルポン可愛いな。クルポン、高丸さん、だるま、ありがとう。でも今日早く寝たいな、頭痛いから。雪見大福食べたり、あ、雪見大福も食べた。まだ1個しか食べてないけど食べた。くるくる、明日横浜1時間目から会いに行くよ。キャー、待ってるよ1時間目待ってるよ、カモンカモン、嬉しい。高丸さん、だるま、ありがとう。昨日話したサンタのキットカットのツイートした、見ました、ありがとう。全然バカバカ聞かないやん。見ましたよ。高丸さん、ハート、ありがとう。くるくるは完全に東京の大丈夫です、くるくるは広島の女やで、広島の女じゃけん笑われてる、笑われてるんだけど高丸さん、ハート、ありがとう。くるくる、雪見大福と何食べた。くるくるは雪見大福と何食べた、私何食べたっけ、私何食べたっけ、私何食べたっけ、何食べたっけ。高村さん、ハートありがとう。ヤシーさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね、マジ思い出せない何食べたか、ちょっとやばいわ。オロナミン C 飲んだ、声でかい、私やばいか、うん、あ、みんな優しい。こんばんは、こんばんは。ナーピーのこと頼むよ、ナーピーは私に任せな。何人部屋なの。4人部屋。そう、あ、待って、そう、歌唱力けの立候補しました。ちょっと勇気を出して立候補してみました。頑張ってね。ココアと服の茶色がセットで可愛すぎました。お、嬉しい。ね、ちょっとナピココア持ってきてや。ナピココア持ってきて。ココアさん、ココア、あ、ココアね。キャンさん優しいね。 GU だっけ、コラボしてなかったっけ、丸に。ありがとう、早く休んでねって。ありがとう、ありがとう、ノアピ。どうしよう、こぼしちゃった。ミルクココア、ココアさん、ナピ変色ダメだよって言われてるよ。食べるものがかの偏りがあるみたいな。大丈夫大丈夫、一日だけだから。くるくる、都会に染まらないよ。大丈夫、くるくる大丈夫。え、でもね、一週間春雨のね時があったよ。すげえ。誰の手でしょう。ね、めっちゃ楽しみ。みんなが集まってきてくれた。柏木まさきさん、レインボースター、ありがとう。明日のくるくるとのリアルお話会、どれだけ楽しみ待っていたか、ワクワク。私もマジ楽しみ、ワク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 。しんごさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。迷ったら GO を実践したくるくるを自分も見習います。一緒にマジで迷ったら GO しよう。迷ったら GO、 迷ったら GO、 ありがとう。何を、いろいろ。迷ったら GO、食べたものも覚えてないとは完全に東京の人やな。待って、食べたもの覚えてなかった、東京の人。東京の人食べたもの覚えて、昨日の夜ご飯覚えてないもん。覚えてないよね。
今日朝も覚えてない、イルミネーション見てない、見てない、応援します、ありがとう、応援してください、頑張ります、トコトコさん結婚して、ありがとう、頑張ります、ちょっと私ほんまにマジで頑張ります、あ、参加するからには、まあ、自分の今の全力を出し切って本当に頑張りたいと思います、ナビも一緒に頑張ろうな何が歌唱力本当に立派で応援するから、ね、ありがとう、嬉しい、ただいま来てくれてありがとう、中村さんアイスありがとう、トイさんハートありがとう、ありがとう、みんな応援してくれて、でも私横浜私のこと聞いてますか、かわいく見えてますかみたいな、あ、トイさんハートありがとう、かわいい子の指、リオツンの指でした、リオツン、下はノアピの指、アスミはあっちあ、やばいカロリー、やばい、大丈夫だって、今日はこれ大丈夫、1500、1600、おいしい、おりちゃんさんありがとう、ありがとう、リオツンお疲れ様でした、リオツンの応援ありがとう、リオツン頑張ってね、こんばんは、トイさんハートありがとう、なめなべさんかわいい、ありがとう、余韻、余韻です、余韻、余韻じゃない、4人4人目です、クリンパさんハートありがとう、くるくるとナーピの絡み面白い、何が起こるかわからないから、だって面白いって、うちらの絡み、うちら最強、リオはうちらも最強顔が赤く見えたからお酒でも飲んでるのかと思った、やばいやばいやばい、お酒飲んでるみたいになってる、くるくるココア飲んでます、ココアさん、今日の疲れが浄化されていく、一緒に浄化、一緒に浄化しよう、クルリンパさん、金のアヒルさん、ありがとう、楽しいよ、みちおさんだるま、ありがとう、おいうわー最低、うわー最低、うわー、ヤマさんハートありがとう、いや噛んだ私もちょっとあれだけど、オノピーさんクマありがとう、ヤマさんハートありがとう、ね、会いたいね、ちょっと待ってよ、美しい、よい子早く寝る、早く寝ます、早く寝ような、寝ませんくるくる研究生のアカペラ見て歌うまくなった、マジ本当ですかありがとう、え、嬉しい、なんで、頑張ります、マーピが入りなさい、今日マジで2時頃まで寝れんと思う、明日が楽しみすぎて、私も多分寝れないかもしれない、リオえオールするみんなで、あり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 あさいお風呂入りなさい、中丸さんタコありがとう目の前でちょっと2人がなんかちょっと争ってめっちゃ手冷たい、いやノアピが最年少だから最初にお風呂に入るんだよ、お風呂入るんだ、高丸さんタコありがとう、歌唱力が最近良くなってるって劇場行ってる仲間から評価が上がってるのできっと本戦いける頑張ります、いやもう全力でマジで、得意不得意とか上手い下手とか気にしてるかもだけど俺はくるくるの歌声がシンプル好き、そうだね、うまく歌うんじゃなくてみんなに聴いてもらえる、聴いてもらうより歌う日本語本当に出ることに意味がある、そうだよね、柏木まさきさんハートありがとう、うちぃさんお疲れありがとう、新幹線での移動は寝てました、じゃあ今から脱いで配信しながら、どこまで見えてる、やめてここリョウツンがリョウツンが言ってんのこれ、言ってリオツンがリオツンが触ってきますリオツンが触ってきますこんばんは、誰でしょう、迷ったらゴーかっこいいぞ、歌唱力頑張り頑張ります、迷ったらゴー、アカペラの感動の余韻が、そうアカペラさっきねリオツンの配信で歌いましたよ、ヤマさんハートありがとう、今日も世界一ジョイフル、ありがとうジョイフルジョイフル、どっちがが今入ると、かじわげまさきさんハートありがとう、明日仕事の前にエールお願いします、頑張れブラボー、悲しい言葉じゃない、山さんかわいいありがとうそれぞれの夢と
そう、明日もリオツに内緒でお願いします。リオツ目の前にいる。誰だ。お話しっかり眠そうにしてたら夜更かし楽しかったんだろうなとさせて。そうだね、ちょっとでもしっかり寝たいと思います今日は。ロープが入るんだよ。それかアズミが入るよ。アズミが先に入ればいいんだよ。そうだよ、そうだよ。どれだけ歌がうまいかが好き。そうだね、歌が好きな気持ちを伝えれば。せっかくの横浜なんだから窓から夜景でも。リュウツに噛まれました。リュウツに噛まれました。リュウツに吹かれました。リュウツに。タラリンさん、雪ありがとう。今日もうちゅういちかわいい。うちゅういちかわいい、ありがとうございます。チョコチョコチョコだ。くるくるとノアピは早よ寝なあかん。あれ、そうだ、そうだよ。朝ちゃんと起きますよ私。コンタクトも入れないといけないので、コンタクトちょっとやばいかもしれない。初めてお話できること楽しみにしてます。私も楽しみ。ありがとう。みんなで、ね、入れるぐらいの広さではないんです。指に跡ついてない？ちょっと、ね、大丈夫でした多分。大丈夫でした。明日の一部と二部間に合う飛行機で向かいます。ありがとう、待ってるよ。気をつけてきてね。よいしょ。あ、ちょっと見える見える。よいしょ。よいしょ。今日はね、よいしょ。今日はクロリンパさん、STU クマ、ありがとう。 AKB17 期のマサイマユーちゃんが14日のモバメで私も話してみたいって送られてきてて。そうなんです、嬉しい。ちょっとお話ししたいです、マサルさんは。トイさん、ユキ、ありがとう。マサルさん、明日気温やばいし会場も寒くなりそうだから気をつけてね。気をつける。皆さんも厚着をしてきてね。ちょっとくるくる T シャツも。津波屋さん、ハートありがとう。でもさ、歌唱力楽しめるかな。もう緊張して楽しめなそうや。お風呂あずみ先生からだよ。明日はいつも通り夜配信、夜配信します。リオだよ。リオちゃん。つなまやさん、ハト、ありがとう。手持ちですよ、手持ち。メールで4人一緒の写真がアップされるの楽しみにしてる。オッケー、待っとって、待っとって。待っとって、待っとって。くるくるめっちゃ可愛すぎて、やばい。とうとう、ありがとう。嬉しい。つなまやさん、ハト、ありがとう。クルージングの座席最善だった。マジすごい。え、クルージング座席あるの？座席あるんだ。楽しみ。嬉しい。みちおさん、可愛い。ありがとう。つなまやさん、結婚して、ありがとう。やだ。けど考えたくね。可愛いもありがとう。めっちゃ可愛い、ありがとう。みちおさん、結婚してありがとう。やだけど考えたくね。つなまやさん、尊い、ありがとうも、ありがとう。つなまやさん、ファイト、ありがとう。まさるへの伝言受け止まりますぜ。マジありがとうございます。お風呂はパイセンからなのか。やっぱね、お風呂は一番年上のアズミンから。アスミンから。明日はお話しかなと広島前乗りします。お、マジちょっと楽しもう。本当に明日も明後日もマジ楽しみ。イエポンタさん、だるま、ありがとう。マリモリさん、焼き鳥ありがとう。さよなら。急がなきゃ。そうだけどね、ちゃんとこれ見れるかねって言って今もうめっちゃ急いで年内目標で見てるけど間に合わないと。どこまで言うんだ。イエポンタさん、ハートありがとう。もしかしてくるくるが一番寝るの遅そう。え、くるくる多分意外に早く寝ると思う。私新幹線で寝たんだけど、ちょっと 今マジで眠たい。感じ。もう眠たくて寝れそう。ほら眠そうな顔してるでしょ。見られていた。もっくん、かわいい、ありがとう。クルージングで看板出て、看板で押すなよ押すなよって振りしても海に落とさないでね。どうしようかな。ちょっと振られたらやっぱりね、振りはあのやっちゃうかもしれない。
落としちゃうかもしれない。竹松るさん、ラブレターありがとう。めっちゃ可愛い、ありがとう。実は明日サイヤンさんに会えない状況になった。え、なんでなんで。サイヤンさんくるくるは昨日一切ツイートできんくてごめんね。 またバンバンくるくるツイートでくるくるの愛飛ばします。待ってるよ。いやでも1日くらい全然もう嬉しいんです。少しでも言ってくださってるだけ。ありがとう。かわいいにゃ、ありがとにゃ。今日の夜やることはお風呂入るくらいかな。ワイリンガルさんかわいい、ありがとう。クリコン発見したら2階だった双眼鏡の出番だ。でちょっとくるくるも大きくなって皆さんから遠くの席でも見てもらえるように、遠くの席とか遠くの席でも見てもらえるようにくるくる大きくなる。まぶた重めじゃろ。眠たいんじゃ眠たいんじゃどうしたらいいんじゃ。上映ちょうどされてた時は全然ワンピースハマってなかったけど見に行こうって思ってなかったんだけど今になってすごい。おやすみよし、アズミンルームへ。けどもう終わってるんかな映画館。よし、私が寝ている間にアズミンのところへ行こうだと。そんな考え許さないぞ。さっきのどうやって出してたっけ。順番来る前に寝落ちする。いやあるある、全然ある。寝落ちしちゃうかも、どうしよう。高丸さん、シティークマありがとう。ムニルさん、レインボースターありがとう。本当にアズミンの声が聞こえる。一緒の部屋なんだね。一緒の部屋だよ。聞こえるアズミンの声が。やってるんだ。え、じゃあ行きたいね、映画館で。せっかくならね、映画館で行けるメニュー。何 IMAX4D とかってあるのかな。どこ行くのかな、アズミン。アズミンどこ行くのかな。私を置いてどこに行くのかな。ちょっと私を置いてどこ行くんだろう。次から次へと海に突き落とさないでね。突き落とします。嘘です。クルリマさん、レインボースターありがとう。久しぶりにさ、飛行機新幹線4時間眠かったねえ。あのさ、待って、富士山見れたんよマジで。そう、リオが気づいたんだよ。そう、寝とったんだけどリオちゃんが気づいて、隣の席だったんだけど起こしてくれて富士山見れた。写真撮って、あ、隣の席じゃないわ、通路挟んだ隣の席だったんだけど、マジ綺麗だった。富士山こんな綺麗に見えると思ってなかった。窓側だった。窓側、見せていいのかな。いいよ。いい、またアップにできる。ありがとう。ノーピーが写真を、これさ、待って、これさ普通にさノーピが撮った写真じゃないぐらい綺麗じゃない。その失礼だな。危ない危ない、通知が。あらまあ、こんにちは、さようなら。え、合ってる、すげー。大丈夫、通知は。2日ぶりのくるくるガチ美しすぎて意識吹っ飛びそうなオタク、もう意識飛ばしちゃうわ。お、先に入ってくれるの、ありがとう。やだよ。15分経ったから無理せず寝たら、ありがとう。大丈夫だよ、まだ15分しか経ってない。確かに歌唱力発表されたね。頑張って頑張ります。ちょっと勇気を出した、見ました。そう、明日早いからね、前乗りをしてる。おやすみ。おやすみ。結局クリスマスモバガチャクルクロントレカ4個、アッキー2個にスーパーリアはリュウツです。すごい研究生フィーバー走る。ぜひクルクルのグッズ大切にしてね。朝風呂じゃないよ、多分今日は夜風呂する。今日のくるくる横浜の女っぽい。横浜の女っぽいって、やばいやばい。で、私は広島の女ですよ。デュラントさん、レインボースターありがとう。個人連は明日初めてなんや。そう、初めてなんですよ。だから緊張する。増田さん、雪ありがとう。あお、そう、一緒にお風呂にはね、そう、はい、入らないかもしれない。入ろう。一緒に入っちゃう。まだそこまでじゃない。富士山見れたんよ。そう、
ゆうつん元気？うん、元気だよ。なんかタオルを顔に置いている。おお、なんで？みんな生存体験してる。綺麗に映ってるよね。なかなか見れない。じゃあさ、めっちゃさ見れた、めっちゃ綺麗に見えた。マジでスジさんやばかった、やばい。僕も一昨日新幹線から富士山見たよ。写真撮るの意外とむずいよね。え、すごい、同じタイミングで富士山を見てる。いや、よかった。確かにいいことありそう。くるくるを見るために初めてあずみんの配信に訪問しました。癖になりそう。あずみん沼へお邪魔したんですか。許しません。シャキーン、シャキーン。あ、そうそう、ナンピの富士山はそうプロ並みに撮れてるって言いたかった。そう、プロ並みに撮れてるって言いたかった。そういうこと、そういうこと。あのかポストカードにできそうな写りがいいねっていう。実は今日からコンタクト始めました。コンタクト初心者一緒。あ、じゃあ私はコンタクトの先輩ということで、まあ悩み事があったら何でも聞いてな。富士山のこと何でも聞いてね。未来さん、雪ありがとう。柏木まさきさん、だるま、ありがとう。くるくる横浜の女ちゃうよ。ひょっとしたら明日くるくるに会えるかもしれません。冬とかはよく見える。あ、楽しみ。ワクワク。ワクワク。富士山と書きましてスパイと解く。その心はどちらも盗聴。盗聴したくなります。うまい。ブラボー。めっちゃうまい。柏木まさきさん、だるま、ありがとう。秋葉原の公式ショップ持ってるグッズしかなかったから代わりにモケケ連れて帰りました。見た、ハッシュタグ。私もさ、今日さモケケ3体連れてるからさ、今日横浜でも1体保護したいなって思ってる。モケケ STU 入ってまだ飛行機乗ったことない。ないない、乗りたい。モくん、 I love you、 ありがとう。柏木まさきさん、だるま、ありがとう。研究生で富士登山するイモステレビロケットし、え、したいんだけど、イモステレビ。柏木まさきさん、だるま、ありがとう。数年前まで24時間365日富士山が見えるところに住んでました。え、でも、ま、毎日さ景色綺麗じゃろ。え、すごい、いいな、いいね。富士山ってどこ、何県だ。関東の眺めのいいところからどこでも富士山見える。え、マジ。やっぱ広島県民だから見たことなかったんだ。あ、高いビルからね、確かに。高さがあるところからだったら見えそう。すぐるさん、ブラボー、ありがとう。ブラボー、ブラボー、ブラボー、ブラボー。柏木まさきさん、だるま、ありがとう。トイトイさん、ハート、ありがとう。サーヤンさんのアバターがすごい、ありがとう。リアくん、アイラビー、かわいいな、これ。このアバター欲しいな。このアバターかわいいな。なんだこれ、かわいいの。トイさん、ハート、ありがとう。試験日が1日遅かったらくるくるに会えたような。マジくるくるに会えた。そっか、試験頑張ってね、くるくる。いつか会える日までまた待ってるよ。くるくるの会えば富士山よりも高く、瀬戸内海よりも深いです。素晴らしいやん、素晴らしいやん。新幹線移動はだいぶ慣れてない。疲れる、頭が痛くなった。多分今日頭痛いのは新幹線移動のせいだと思う。みちおさん、雪ありがとう。デーモンさん、タコ、ありがとう。明日も明後日も風邪ひく覚悟で黒島 T シャツ着ていくのでちゃんと褒めてください。もちろん褒めますよ。いや、富士山確かに簡単ではないよね、登るの。オロチさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。静岡と山梨か、栃木もか、山梨か。静岡のイメージあるかも。しずらしる、しまじろうさん、かわいい、ありがとう。え、問題、富士山の標高は、りょうつん、富士山の高さ予想しよう。3150m。 クルリンパさん、ブラボー。あ、それぐらいか。ナンピは富士山の高さ、ナラニスさん、レインボースター、ありがとう。鈴鹿さん、ハート、ありがとう。富士山の高さ予想して、3150じゃないの、最高、最高。
最高。え、私354mかと思ったんだけど。そんなに高くないかな。かわいい。そうか。ありがとう。わかんない。わかんないよ。西か。西ね。オッケー。ちょっと方位磁石で。3150ですか。方位磁石で西を見つけて。今コンタクト入れてないよ。くるくるも一番風呂は嫌なの？あ、ちょっと嫌かもしれん。ちょっと嫌かもしれん。一番風呂ってさ、結構緊張しない？静岡緊張する。緊張しないよ。富士山どこはやめとき。静岡と山梨の人が必ず守る。あ、え、じゃあ聞いたことあるかも。どっち富士山どっちがあれなのかみたいな。最初に使ったらさ、そのあシャワーを使った時にさ、なんかさ、クロリンパさんブラボーありがとう。ブラボー。新幹線で見える富士山は静岡か。一番見たとさ、なんかやじゃん。シャワーとかが、うん、周りが水浸しになったら。そう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 。なるほどね。あんまないけどそういうことは。うん、なるほど。あずみんは富士山何メートルだと思う？何メートル？富士山？何メートルだろう。もちろん正解するよね。もちろんね、年上だからね、この中でも。何メートルだろう。間違えるなんてことはないよね、まさかね。上空1万メートル。嘘。それはちょっとだけ。やばい。何も？上空、え、でも7000とか。ありそう、7。あー。7000とか言わんけ。上空7000メートル。正解は3700くらいだって。そんな、なんだ。で、ノービーが正解か。登ってたノービー。最高だから。最高？え？ 3100。え、すごい、それは。7000くらいあるかと思った。ちょっと300低かったわ、ちょっと。新幹線乗ったら必ずアイス食べる。ちょっと高い。で、すごい硬い。そうなの？え、あ、新幹線のアイス今日売ってたわ、そういえば、確かに。富士山の標高は3776。さあ、分かんなかった。あれそんなんだっけ。瀬戸内の秘密兵器といえば誰？私。オノビーさん結婚してありがとう。知らなかったな。3700そんな高いのか。トンちゃんさん可愛い。ありがとう。昨日のモバメだけど可愛いはクルクルが独占してます。他にも可愛い見つけていい。無理ですよね。他にも可愛い見つけられない。くるくるだけ。くるくるだけ。とんちゃんさん可愛い。ありがとう。雨予報って言ってたわ。確かに倍以上あった全然。一番なんかもう。あずみんが一番資料はできません。届いてなかった。もう大人メンバーのボケはこんな空気になる。あずみんちょっとボケてたから私は真顔で見ましたね。やばい。滑らそうと思った。めっちゃ悪いんですよ。ケイちゃんさん、レモスター、ありがとう。一緒にいる時にボケたりしたら絶対真顔で真顔で見つめてくるんです。ボケを回収してくれない。ヤマさん、だるま、ありがとう。私はね、ちょっとボケ回収してくれないんです。ウケる。アノピーさん、ブラボー、ありがとう。うん、みんななろうっていうの。みんななろう、みんななろ。でまた一つ賢くなった。ほんまに新幹線アイスは硬くて食え。硬いんじゃ、ちょっと帰り食べてみようかな、新幹線のアイス。ヤマさん、誰もありがとう。あの秘密兵器は苦しみよかった。秘密兵器苦しみ。あずみがボケたら私、あずみの声が聞こえるから、聞かれてないかどうかドキドキしながらコメントしてます。多分聞かれてると思うよ。もっくんさん、 I love you、 ありがとう。この世で一番可愛いのはくるくるです。鏡、この世で一番可愛いのはくるくるです。こぼれくらさん、雪、ありがとう。2番目に高い山、アルプス山脈みたいな。東京タワーが333メートルか。レイク結婚して、ありがとう。え、昔は3776.24メートルまで伸ばされた。マジで最近習ってない気がするの。習ってない気がするの。
また遅刻した、ごめん、怒ってる。でも来てくれてありがとう。昨日くるくるとスキーになるの画像作ってみた。見ました、待って、めっちゃ良かったよ。嬉しい。ちょっとくるくる加工画像好きなんですよね、見るの。あのいっぱいくるくるが成長されてたりとか、くるくるスキー場に行ったりとか、え、本当嬉しかった。ありがとう、保存しました。くるくるの話し会でボケたらくるくるの冷たい目線に凍る予感しか。くるくる皆さんのボケ拾えません。静岡あたりで買っても柔らかくなるの、尾道あたり。そんな凍ってるの、なんでなのかな。この世で一番可愛くて美しくて尊くて大好きなくるくる、ありがとう。キロン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 、スケモンさんバラありがとう。あずみに挨拶だみくるくるに真顔されたら泣いちゃう。知った名前が聞こえるぞ。知った名前が聞こえるぞ。たまには癒し動物動画のも来年に子猫、え、子猫と戯れた動画くるくる撮りたいな。子猫と戯れたい。あのピーさんブラボーありがとう、ブラボー。ナピ、そろそろくるくるタクスタツイート、食べ物とくるくるタクスタ、くるくる食べ物をツイートするアクスタ、新しいの作ってくれるよう、運営さんにお願いして。じゃあちょっと今度言ってみようかな、運営さんに。かわいい、ありがとう。昨日家帰ってから配信のスクショツイッターで見たんだけど、かわいすぎて見てくれてありがとう。スクショでは、ねねあずみんで終わります、せーのって言ったら、ねねあずみんって言ってください、せーの、いいの、あずみん、間違えた。間違えた。ごめん、あずみん。間違えた。ありがとうございました。もくん、I love you。ありがとう。ちょっと下名前がね、聞いて聞こえて。おかしい。くるくるの真顔もらえたから、貴重かも。真顔しますよ、真顔。変なね。変なの、私、私あずみ映る、あ、じゃあ一瞬、鈴鹿さんハートありがとう、いや、やっほー、今日鈴鹿さん私に告白してきた。そういうところが好きだよって。見たよ。モザイクモザイク。え、くるくるさ、今度さ、うん、あのさ、伝説の写真載せていい？何それ何それ。え、なんかさ、そうしたように見えた写真。どの写真？すんごいめっちゃ近くになって、うん、なんか、うん、山さん誰もあったかも。今ある？あるかも。なんか、よいしょ、あずみも配信してたよ、え、知ってるやろ、壇上いたやんけ。おじまるさん I love you ありがとう。ねえねえくるくる、ねえねえくるくるだよ。ダンスの先生がよく言ってる死んだ目の魚、本当に私は死んだ目、ノアピにも言われる、くるくる目死んでたよってたまにノアピに、そう、目死んでたよって。柏木まさきさん結婚してありがとう、これこれやだけど、かけとくね、えっと、このさ、伝説の写真どうしようかな、え、どこに、キャーン、あずみガチ恋さんいるよ、すあずみとキス、うん、キスしちゃった、ごめんね。やっちゃって、煽ってる歌なっちゃってる、
ノスティーヨだって。ちょっと私とノアピがキス、なんか口でキスしてる感じのさ、のをさ、載せようとしてるんだけど、ノアピが。アノピーさん、結婚してありがとう。やだ、ね、けど、触れとくね。ちょっと唇触れてるんじゃないっていう趣旨がある。触れとるやん、それ。触れとるやん。言い方注意したことあるもん。あるよ。本当にある。本当にあるやつ。載せてください、ノアピ様だって。載せません。あう。くるくる、迫力すごい、いろんな意味でできる言葉じゃろーけいちゃんさん、I love you ありがとう、まっちゃんさん、抱き火ありがとう、くまねパパさん、ハトいっぱいありがとう。コメント読んでくれないと、あずみんつられちゃうぞ。あずみんにつられちゃダメですよ。みんみん、ピピピ、ツンツン。てれいさん、結婚してありがとう。やだ、けど考えとくね。あずみんからツイート来た。うわ、今画面が変になったぞ。クルクルしてる、ちょっとクルクルの配信押したらじゃろうって声が出るキーホルダー欲しい。確かにそれいいね、いいかもしれん。津田さん、アヒルありがとう。待って、じゃろうがループしてる、待って、やばい、じゃろうがループしてるって気まずい、どうしよう。ともちさん、ペンライトありがとう。あ、気まずいって言っちゃった。え、治った？あ、そう、でも今治った？気まずい、さっきの私が言ったセリフ何もみんなに伝わってなかった、やばい、気まずい、ごめんね、画面クルクルしてた。戻ってきて、ただいま半目スクショいただきました。え、気まずい、どうしよう、恥ずかしい。マックン、アイラブユー、ありがとう。成田さん、ハート、ありがとう。マジで、どうしよう、ジャロキーホルダー欲しいね。ジャロがループしちゃった、うわー、マジ恥ずかしいんだけど。ジャロ？ジャロ？でキャン。気まずい。高丸さん、ゆきありがとう。さっきの私のセリフは、まあでもよかったよかった。ふう、このタイミングでギフト送ったの失敗した。え、ちょっと待って待って、見てみる、ちょっと下からアングルやばいな、書いちゃったな。どこだ。成田さん、ハートありがとう。どこ。テルイさん、結婚してありがとう。やだ、ちょっと考えとくね。アヒルとアイラブユーもありがとう。ヤマさん、ブラボーありがとう。ブラボー。トイさん、結婚してありがとう。やだ、ちょっと考えとくね。41分ありがとう。かわいい。ありがとう。あずみん、お風呂入った？あずみん、入ってません。メール書いてる、メール書いてる。ジャロの CM にぜひ、あ、ぜひ CM 待ってます。ジャロ、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 ジャロって言いまくりますもん。クルクル最高やろ。100回に1回の確率ってジャロではなくピシが出たのもジャロ、ジャロ、ジャロ、ピシ、ジャロ、ジャロ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 ピピ、ジャル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 さん。ちょっとみんなが静かで気まずい。あすぐ気まずくなっちゃう私。枕投げをねしないね。あずみんと一緒にお風呂入ったことない。ない、リオツンとしかないかな、お風呂は。早く寝ようね今日は。あずみにおやすみって伝えといてね。あずみおやすみだって。おやすみ。おやすみみんずみ。外の声が聞こえる？ジャロのバリエーションどれくらいあんの？ジャロ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 ？気まずい。あ、ごめん、ノーピ。ノーピンの手をさ、私足で、足で。ノーピンのピシみたいだって。ピシって言って。ピシ。いた。いた。
ナンピの今の状態は、ナンピは私の目の前で寝ております。あ、寝てはないけど寝ております。くるくる目元、みちゅさん似てる、似てきた。え、マジで私みちゅさんの目元好きなんですけど、嬉しい。くるくる配信めっちゃ癒される。マジちょっと、あ、ゆうかさ、癒されて。明日朝配信する？明日はせんかな。うん、する。なんでする？起こして。明日くるくるとお話ししたら、夕方から仕事だからすぐ帰ります。元気チャージしに。私で元気チャージして。頑張ろうね、一緒に。楽しもうね。起こして。ナピ起こす。寝ないとな。頭ちょっと治ってきたわ。あ、マジありがとう、りょうつん。感謝感激。今何分？ 44分か。そろそろスクショタイムだ。スクショタイムします。うふんうふん、今日カオスの時間多くないですか？ね、カオスだよね。ちょっとさっきのさ、リオツの配信とかアズミの配信とかナーペの配信に比べても、なんかちょっとさ、全部カオス、いろんなカオス。よし、お風呂入ってこようかな。アズミの生着替えタイム。頭痛治ってきたら本当よかった、よかった、ありがとう。あ、くるくるのダークブルーカピ。明日自分で髪の毛塗って、うん、メイクとかもね。東京タワーポーズ。東京タワー。ギャルクル。カオスだから、リアルの話から楽しむ楽しむ。富士山見えた時の表情、あー綺麗やで。あ、落ちた。ほら、ありがとう。よいしょ。あ、その中くるくる可愛いカオス、うまい、ありがとう。アズミンと一緒にお風呂入らないの？入らない。ごめんちゃん、かわいかちゃん、ごめん。白目ダメです。ありがとう。ポーズどうしようかな。東京に染まってしまってくる。私東京染まったら広島の女や、広島の女や。今サーヤさんが優しい果実ちゃんって言ってる。サーヤさんの配信行くしか、この後に。え、優しい果実ちゃん、私やん、嬉しい、私やん。サーヤさん大好きです、サーヤさん。弁当がシウマイポーズの、シウマイ弁当のポーズ、おいしい。え、明日朝食はなしかな。真顔も。うん、ナビちゃんと寝かしつけるね。すぐ寝るよ私は。今日照明のせいか、いつも以上に可愛い、くる可愛く見えるの、気のせい、気のせいじゃないよ。くるくるは可愛いを更新しちゃってる。
生センシルさんハート100個ありがとう。それでは壇上を読みたいと思います。ドキドキだ。かわいくてごめん、目力強め、気になっちゃうよねごめん。それでは、あ、グミ買ったよ今日、だから食べようかな、シャリモニグミ。13位オロチさんありがとう。13位オロチさんありがとう。12位成田さんありがとう。12位成田さんありがとう。11位トイさんありがとう。11位トイさんありがとう。10位ツナマヨさんありがとう。10位ツナマヨさんありがとう。9位柏木まさきさんありがとう。9位柏木まさきさんありがとう。8位ムニエルさんありがとう。8位ムニエルさんありがとう。7位オノピーさんありがとう。7位オノピーさんありがとう。6位ナカムーさんありがとう。6位ナカムーさんありがとう。今日も癒されたありがとう、こちらこそ。5位テルイさんありがとう。5位テルイさんありがとう。4位クルリンパさんありがとう。4位クルリンパさんありがとう。3位高丸さんありがとう。3位高丸さんありがとう。ギガ1かわいいありがとう。2位ヤマさんありがとう。2位ヤマさんありがとう。そして1位はドゥルル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 ルパーン、みちおさんありがとう。みちおさんありがとう。今日もめっちゃブラボーだったよ、ありがとう。こちらこそブラボー、優勝ありがとう。あ、ごめんごめん、あ、ごめんナビ、明日も楽しもうね。あ、待って、りょうつんがりょうつんの生着替えタイムが始まってる。それでは明日も楽しみましょう。寒いと思うので気をつけて来てください。気をつけて、気をつけて。そして明日来る方にちょっと一つお願いなんですけど、よかったらマイクに声、顔を近づけてくださると嬉しいです。声がちょっとそっちの方が聞き取りやすいので、マイクに顔を近づけて話してくださると嬉しいです。それではありがとう。バイバイ。おやすみ。間違って反転をしてたらどうしよう。やば、足全部見えてる。